今回は視聴者さんからプレゼントが届いたので開封していきたいと思います。なんとですね、今回は2箱届きました。すごいね、ポコタン、たくさんだねはい、じゃあどうしようか。この一番上の箱から開けていこっか。あ、なるほど、取扱説明書のようなものが入ってますね。うわ、すごい、これちょっと待って、箱パンパンに入ってる。冬用内部カバーとか、なんかこっちはクッションカバー、なんだろう。あ、なんかもう一つ入ってるね。これはアイスパックカバー。あ、アイスも入ってる。さあ、でこれが本体ですね。すごい、なんだこれこのメーカー以前ももらったことあるね。ソークだっけ、なんか韓国のメーカーなんですよね。おお、すごい、あ、すごい。はい、こちら、これなんだかわかりますか。これはね、こうやって開けて、はい、こういう感じペットキャリーみたいですね。キャリーバッグだ、キャリーバッグ、ポコタン、キャリーバッグ、すごいね、キャリーバッグだってこれ。お、あ、これがなんか中のカバーとかそういうのに関連してくるのかな。なるほど、これをこうやってこういう感じで持ち手になるんだね。こういうことか。はい、こんな感じで、はい、この中にポコタンが入って移動することができるみたいですね。こういうことだろうね。おお、すごいね、ポコタン、これ便利だ。意外とポコタンもまんざらでもないなんかちょっと楽しそうだね、ポコタンね。ね、ポコタン、今度これでどっか連れてってあげるね。よかったね、バッグが気になってこっちに来なくなっちゃったじゃあ次行きましょう。うわ、すごい、これ箱がこだわってますね、すごいね。あ、そっか、ポコタンもうすぐお誕生日だ。ハッピーバースデーって書いてあります。はい、じゃあ中見ていきたいと思います。はい、ちなみに今回のプレゼントもいつもいただいている方からのプレゼントですね。はい、こちらまずコットン耳掃除とか歯磨き目あぎ取りのコットン。ポコタンの場合は今このコットン特に耳掃除に使わせてもらってます。あ、そしてシャンプータオル、これお散歩の時いつも使ってますね。助かります、ありがとうございます。お、ポコタン登ってきたねポコタン登ってきたね。はい、来た、ポコタン、ポンチュール、すごいたくさん入ってる。ちょうどこれ今日か明日買いに行こうと思ってたチュールビッツ、結構ねこれポコタントレーニングの時に使うんですよね。めっちゃ好きなんだよね、ポコタンチュールビッツね。昨日なくなったんだよね、ポコタンねすごいタイミングだね、絶妙だった。これはね、元祖チュールですね。よくあるスティックタイプのチュール、これもねお留守番の時によく使うんですよね。ありがとうございます。こっちがスティックゼリーで、こっちがご褒美プチアイスみたいですね。これもね結構ポコタン好きで、いつもペロ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 舐めながら食べてるよね。これは何だろう、ポコタン2歳のお誕生日おめでとうってめっちゃ可愛い、これ。うわー、これはポコタン卵ちゃん卵ちゃんになった途端興奮がすごい。これね、ここは切ってあげるからね、よいしょ。はい、カエルの卵ちゃんですね。おー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 おおなんで卵ちゃんそんなに好きなのめっちゃ好きじゃん卵ちゃん。これは何、なんかバナナが入ってるよ、バナナ。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、バナナ、おー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 おおあげるあげるあげる、なんかすごい、何の匂いだろう、これバナナっぽい、バニラみたいな匂いがしますね。いい匂い、すごいよこれ。本だ、すごい、本の中の1ページ1ページがねこうやって遊べるようになってますね。はい、こんな感じで、
わ、すごいねこれ。ハッピーバースデーって書いてある。これは、あ、プレゼントを開けると、あ、ここになんかおやつを入れられる感じですね。フォージングも兼ねてる本、いいですね、いいですね、ありがとうございます。気になる。なんかもうおもちゃ見た途端興奮がすごいね、ポコタン。なんか箱の中にね、箱が入ってました。これは何だろう、なんかポコタンの大好きなおもちゃ、あれかポコタンのほんと大好きなおもちゃが入ってる。これポコタンめっちゃ好きなおもちゃ、なんかニュータイプが出たらしい。じゃじゃん、すごい。これブルブル震えるやつ、おもちゃが。これ、あ、今電池ないね、僕。喋った。なんか喋った。ポコタンが大好きなやつ。おお。なんか今回はこのおもちゃアプリと連動できるようになったらしい。すごいねポコタン。おおおおお。ちょっと待って待って。止まる。一回止めよう。これ撮影終わってからポコタン遊びな。ちょっと待って。これ動かしたら5分ぐらい止まんないから。しかもなんか喋るようになったね。すごいね。めっちゃ進化してるねポコタン。もうポコタン絵に映らないよ。下でずっと遊んでます。これはおやつ、おやつ。おやつがたくさん入ってる。これ前ドギボでももらったことがあるパフクラッカーですね。はい、それ以外にもね、これね、以前もいただいたことがあるペロペロキャンディーみたいなおやつとか。うわー、いっぱいおやつ。ちょっと一つだけ紹介しますか。あ、これでいっか。馬肉のジャーキーなんですけど、トレーニングとかにめっちゃ使えるんだよね。こうやってね、一つ一つが細かくね、もう最初からちぎれてるおやつなんですけど、さすがにおやつになったらこっちに戻ってきたかこういう細切れになったおやつがたくさん入ってますね。ありがとうございます。すごい。もうまだなんか入ってるんだよね。ポチの幸せっていうナチュラルチーズボールトレーニングビッツだって。へー、これは、あ、これはおまけでいただきましたっていう、なんかおまけのおやつみたいですね。あとこれがオーガニック原材料使用のおやつ、ニューヨークボンボーンですね。すごいねポコタン、大量だよおやつが。これでもかっていうぐらいおやつ入ってるよ。これは、うわ、来た、ベニソンベニソンだ。ポコタンベニソン大好きだよね。これは後であげるね。今回はテンション上がってるねポコタンね。いつもね寝ちゃうんだけどね今日は寝ないでずっと遊んでるか上にいるかどっちかだね。これはなんだ、あ、これは僕にみたいですね。なんだろう アイマスクだ、メグリズム。もう一つ入ってる。うわー、これ助かる。結構ね、僕使うんですよ、アイマスク。キューピーコアゴールドアルファですね。いつもこれ飲まさせてもらってます。ありがとうございます。はい、そして、最後。これは何だろう。なんか大きい箱。おやつもらえると思って上から降りなくなったね、今度はね。これは何だ。おお。すごい、お洋服が大量に入ってますね。そういうことか、これはお洋服の箱か。ポコタン眠くなるところだ一番はい、まず1枚目。あー、もう秋だね、秋ですね。チェックの可愛いお洋服、服が秋仕様だ。これは J プレスのお洋服ですね。シンプルで可愛いですね。うわー、これいいね、J プレス。ここでっかく J プレスって書いてあるけど、シンプル。しかもね、結構ね、生地がね、やっぱり秋物だからね、厚手になってますね。これかっこいいね、ポコタン。いいね。お、珍しい。服にちょっと興味がある？うわ、何これ。すごい、J プレスの革ジャンみたいなのが入ってる。やばい、これかっこいい。すごっ。見てポコタン、革ジャンだよ。初めて見た。やばいね。おい、始まったポコタン
はい、あ、こういうの初めてかも。リーのお洋服ですね。こういう柄自分では買ったことないですね。かわいい。はい、これもリーのお洋服。あ、これいいね。シンプルでかわいいですね。すごい、これね、パジャマみたいなお洋服ですねなんか素材がパジャマだね。プーさん、ハッピートゥゲザーって書いてある。あ、これも夜寝る時用のお洋服みたいな感じですね。かわいい。クマ、このぐらいの時期はまだ大丈夫なんですけど、もう少し冬に近づいてくると、ポコタンもここの部屋暖かくはしてるんですけど、寝る時にね、いつもだったら夏だとこうビヨーンって伸びて寝てるんですけど、寒くなるとうずくまって寝るようになるんですよね。今はお洋服着ないで寝てるんですけど、まあ、そんな感じにで丸まって寝るようになったらお洋服着させたいと思います。スヌーピー、これかわいいねしかもこういうね、茶色の色ね、ポコタン似合うんですよね。わ、これかわいいね。おー、すごい、ミニオンのお洋服なんですけど、なんかおしゃれ。よくミニオンのお洋服ってもうザ・ミニオンって感じなんですけど、これはなんかちょっとおしゃれだね。かわいい。デザインがあんまりミニオンっぽくない。もうこれはスヌーピーだね。あ、スヌーピーが寝てる。かわいいねこれ。はい、今回のプレゼント最後ですね。ミニオンこれはもうミニオンの王道な感じのデザインですね。いっぱいミニオンが書いてあるかわいいね。王道のミニオンもかわいいね。はい、というわけで今回もポコタンにたくさんのプレゼントありがとうございました。ポコタン疲れちゃったね、たくさんあったからね今後このたくさんいただいたお洋服に関しては動画の中で着させていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。ポコタン、終わったよ、終わったよ眠くなっちゃったみたい。ちょっとはしゃぎ疲れたかな。おもちゃでたくさんエネルギー使っちゃったね